こんにちは。今日は打ち消しや否定の語とセットで覚えておくと便利な副詞を紹介します。例えば、どうしても何々ない、少しも何々ない、ろくに何々ないのような副詞と打ち消しのセットです。このような副詞はない、ず、ぬ、ませんなどの打ち消し、否定の語や無理、ダメ、悪いなどの否定的、拒否的な意味を伴って特定の意味を表す副詞です。これらの副詞と一緒に使われる否定の言葉ない、ず、ぬ、ませんなどは、単に行為や作用、現象、存在の非成立を表すのではなくて、副詞とセットになって微妙な色合いを文全体にもたらします。このパラグラフではそんな例が2つ出てきます。早速見ていきましょう。太宰の例文1。一度受けた侮辱をどうしても忘れることができない。このどうしても何々ないですが、どんな手段を用いても何々できない、努力しても何々できないという意味になったり、また絶対に何々ないと否定のないを強めたりします。例文では、僕は一度受けた侮辱をどんなに忘れたくても到底忘れることができないんだという切実な思いが伺えます。追加例。あの店の名前がどうしても思い出せない。この器はどうしても手放したくありません。思い出せないの方の例文は、どんなに頑張っても何々できないの意味の方なので、思い出さないではなく思い出せないになっている点に注目してください。これは思い出せるという可能動詞にないがついた形ですね。可能動詞とは、何々することができるという意味を持つ動詞のことを言います。さあ、続いて2つ目の例です。太宰の例文に。草田の家のこの度の不幸に同情する気持ちなど少しも起こらぬのである。ここではないの代わりにぬが使われていますが、少しもないないない、この場合は少しもないないぬは否定の表現を強調するとき、つまり否定の気持ちや調子を特に強めているときに使います。少しもないないないはちっともないないない、全然何々ない、これっぽっちもないないないなどと言い換えられます。追加例。クッキーは朝ごはんに少しも手をつけていない。子供たちは雨が降っているのを少しも気にせず遊び続けている。以上、どちらの例も副詞と否定をセットにして意味や用法を覚えておくと便利ですね。他にも否定とセットになりやすい副詞はたくさんあります。このビデオではよりすぐりのものをあと3つ見ていきましょう。1。なかなか何々ない。例。手持ちのジャケットに合うスラックスがなかなか見つからない。